吉根さん、コピペで稼ぐって私に言わせればね、当たり前だと思うんですよ。つかコピペ以外じゃ稼げないんじゃないですかね。成功者の成功的思考をコピーするから、ダウンロードするから、インストールするから、成功者と同じ行動になり、成功者と同じルートをたどり、成功者と似たような結果にたどり着くと思うんですよ。まあ私は自分が成功者というつもりはありませんけども、少なくとも40歳までに作った借金3000数百万を43歳までに完済して、しかも税金の滞納分も3000万ほど払って、プラス家を一括で買って、今に至る、隠居5年目に至るっていう、このね、この結果ってのは、お金持ちのネオヒルズのコピーをしたからもたらされたと思ってますよ。商品を作って集客をして販売をする、商品を作って集客して販売する。これをずっとコピーしただけです。プロセスはたった3つです。で、自分のオリジナリティな考え方とか、いや、お金持ちの人はそう言うけど、でも違うんじゃないかな、庶民感覚ではこうだよねって入れた瞬間に、庶民感覚の思考になっちゃうんですよ。ってことは庶民感覚の行動になり、庶民感覚の結果になるから、とてもじゃないけども、1000万とか2000万とかっていうのは、1年間で稼げるような金額じゃなくなってくるし、まあ、いわゆる世の中でいうね、年収が400万とか300万とか150万とも言われるところに来ちゃうんじゃないかなと思うんですよ。もちろんこれは稼ぐってことだけに関してですよ。他の人間性とか優しさとか愛情ってのは、きっと多分ね、私は今でも信じてますけども、庶民感覚の人の方が愛情もあるし、同情心もあるし、配慮深くって本当にこう心温かい人が多いと思います。私はそういう風な感覚を信じてるんですよ。ただ、ことお金に関する問題解決に関しましては、お金をしっかり稼いだ人の方が、聞くべき点があるかなと思うんですよね。で、まあ、私ね、今ね、なんでね、こんな車の中から、動画をお送りしてるかっていうと、やっぱりね、この車の中にいる、キットの中にいるっていうのは、一つ私の、なんていうんですかね、自分の姿を見てるんですよね、これ。ここまでやったんだ、ここまでできたんだっていうことなんですよ。で、この独特の香りがね、するんですけども、まあ、アメ車なんで、アメリカの匂いなんですよね、きっと。パーツも日本製じゃないですしね。で、コンソールパネルが上にもついてるでしょ、これ、ピッピッピッと。で、この前、なんかこの、コピペって言いましたけども、やっぱりね、好きなドラマの主人公になりきることによって、その、マイケル・ナイトっていう主人公がいるんですけどね、マイケル・ナイトの正義感が私の中に呼び起こされないかなと思うんですよね。で、やっぱり目立つ車ですから、これはね。このコントロールパネルこうですよ。目立つ車なんで、なんと言いますかね。やっぱり、私が、生半可なこととか、人に後ろ指させるような行動を取ると、この車にも傷がつくと思ってるんですよ。あ、アメ車乗りはあんなんだよ、とかね。所詮なんかナイトライダーの真似事してるやつは、どうしようもないやつなんだ、とかね。金にだけ汚くって人付き合いできねえやつ、とかね。ならないように、いや、そうじゃないと。これは皆さんのおかげで手に入ったと。商品を買ってくれた人のおかげ、私に対して信頼してくれた人の結果がここに集まったんで、これはみんなのものじゃないかなと思ってるんですよ。だから今までビジネスで関わった人の顔が浮かぶんですよね。で、残念ながらですよ、これはね、特に私の考え方に合わせろってことではないんですけども、私の思考に寄り添わなかった、合わなかった方っていうのは今は私のそばにいないんですよね、残念ながら。これは速稼塾ってものが、その速稼塾の概念とか精神とか凡事徹底とかね、そういったものに、まさにね、没頭しないとついてこれない世界だと思ってます。ただやっぱりしっかりついてきてくれた人は自分の人生を手にしてると思うんですよね、大なり小なり。もちろんみんながみんな私と同じような形の生活を望んでるわけではないと思いますし、そういう結果になってると思いませんけども、ただ所得に関しては、例えばね、プラス5万とかプラス10万ってのは別に当たり前の世界で、中にはね、倍になったとかね、3倍になったとか5倍になった、これはこの8年で本当に山のように見てきました。それを誇るつもりがないんで、あんまり私ね、自分のおかげでうまくいった人がこんなにいるよっていうのはちょっと言いにくいんですよね。だからそこがちょっと押しの弱いところなのかもしれませんけども、私の考えとしては、その人一人一人が何が良くて何が悪いのか、自分の中の何が間違っていたのかってことを解釈できたんで、そして素直に自分を変えることができて、成功者のコピー、自分の思う成功者ってものの
行動や思考のコピーができたから結果のコピーもできた、本当にその人の才覚だと思ってるんですよ。だから私の影響でね、なんか稼げるようになったとか、私の影響でなんか問題解決ができるようになったっていうことがあるとすれば、それは私のおかげではなくて、その人が誰の足跡を真似ていけばいいか、誰についていけばいいかっていう選択が良かったんだろうなと思うんですよ。ですので、いちいち反抗する方とか、自分の持論を展開して全然前に進まない方とかね、今にやりますとか、これがこうなったら私もできるんですっていう方は、まあ、未だに進んでないなと思うんですよね、うん、まあ吉田さん、思考のコピーね、うん、やっぱりね、コピペじゃないと稼げないと私思いますよ。どれだけ忠実に成功者のコピーをするかなんですよ。でもほとんどの方は繰り返しますけども、成功者のコピーできないんですよ。で、残念ながら結果的にはうまくいかない人と同じ行動をとってるんですよ。だから吉田さん、うまくいってない人とか結果が出ない人っていっつも同じ質問、いっつも同じ、もう一語一句同じですよ。何ヶ月で稼げますか、何時間で稼げますか、どのぐらいやったらどんな結果が出ますか、それをやったら本当に稼げるっていう確証はありますかね、エビデンスはどうですかとかね、こんな私ね、エビデンスはどうですかなんて一言も言ったことないですよ今までね。とにかくセルフバックがあったからやった、それをセミナーで教えろって言われたからやった、何にもそこに疑問なくクエスチョンなくイエス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 丸コピー全コピーでここまで来たってことですよね。現在48歳、40歳の頃の私にね、出会えたなら言ってあげたいです。お前はその通りやれと、言われた通りやれと、自分の思考をなくせと。まあそんなこと言われなくてもやってたような気がしますよ、40歳の私は。麻雀店勤務、勤務時間16時間、よくやったなと思います。20時間ライブ、麻雀店勤務しながら、麻雀店を経営しながら、お客さんの接客そっちのわけで20時間ライブ。うわ、ノートが真っ黒です。うわ、すごいですね、もうこれは買うしかない、買うしかないってコメント、面白かったでしょ。あれは私がなりきった人間になりきったんですよ、自己暗示でございます。そしてここまで私は未来を引っ張ってきたんですよね。40歳の頃の私は48歳の未来をその頃構築し始めたんですよね。そして48歳になった今、それが具現化してるってことじゃないかなと思うんですよ、ね。いつかね、このトランザムのフルレプリカナイトライダーに乗りたいと思った、うん、それが引き寄せられたっていうところでね、やったな俺って感じがします。これは私はこれね、たった一人の世界でそう思ってるんですよ。誰かにこの感動、まあ YouTube で喋ってるのがね、どうなんだって言われたらそうなんですけども、私はもう毎日ね、このキットに腰掛けて、きっとよく来てくれたと、俺はお前に乗ってもいいような人間になったんだろうかみたいなね、一人でドラマやってますよ。これもだからね、コスプレですね。タチが悪いですね、私もね、なかなか。じゃあちょっとトランザムを見てみましょうか、うん、こんな感じですね。はい、コンソールパネルがあって、これターボブーストのボタンがありますね。で、ここにもね、ちゃんとボタンがあるんですね、シフトノブ。これ踏んだらね、プレレレってゲージが上がるんですよ、緑色のが。ね、かっこいいですね。ナイト2000と。で、メーター。いや、いいなぁ。もうなんかね、所有の、なんか欲求ですか。所有欲を満たしてるね、これは。飽きが来ないね。はい、特徴的なボーリングホイール、ナイト。寒くなってきましたね。